ここって大魔界に入ったはずなのに似ているけど違う。そっか、多分だけど時空が歪められてる。はあ、この妙な場所もあいつのせいか。人様に迷惑かけちゃうのは仕方ないにしても、私を巻き込むなんて。うん、これはお仕置きが必要ね。こちらのセリフじゃない？どうしてここにいるわけ？分かっているわ。きっとあなたのせいなのよね。何が？あらあら、散らばっくれるの？何なのよ。私、コウマカに呼ばれたの。呼ばれ？ええ、なのにこんな場所へ。どうしてこの私が。白状なさい。知らないから。そうですか、知らない。サナエ、この場所の正体わかる？いいえ、残念ですが。気づいたらこちらでふわふわ可憐に浮いていたの。きっとよからぬ呪法の類だわ。そんなに怒らなくても。じゃあね。待ちなさい、白霊の巫女。質問があります。この人であり神でもある私がどうしてこのような未開に囚われているのか。あなたがご存知じゃないとは1ミリも思えないの。疑ってるの？いいえ、これは確信です。分かっています。全部あなたが悪いって。なんで急に怒るのよ。なんだろう、もうさすがにまずい状況ね。無双封印。いいもの見つけられてきた。力を見なさい。グレイソーマタージ。同じ巫女として負けるのも少し尺に触りますので。だったらもっと実力見せてくれないと。かすりもしないわ。許してもらえるかでね。展開。逃がしませんよ。ちょっと、まだ遊んであげます。でも手加減なしで。
ちょっとは反省しなさい。まさか、さっきいただいたお団子が持たれた。何だけ食べたのよ。こっちに撃ち落とされそうなだけよ。そろそろ行けるかな。余裕かな。これで決めるわ。無双封印。こちらも全力で行くから通り道見つけた。行かなきゃいけない。顔が青いですよ。あなたが相手だものね。で、ここには何をしに来たわけ？何か用があるそうで、でもまだ聞いてません。それに、呼ばれたのは私だけではないみたいよ。そっか。それにしてもさ、わけのわからないようなのに、よくここまで来たわね。それに今日はとってもいい天気でしたし、道中の和菓子屋さんで買ったお団子の美味しかったこと、美味しかったこと満喫したのね。ええ、もちろん。そうそう、大事なことを一つ教えてあげましょう。大事なこと？私たちどうやら出られないようです。このコウマ教という空間の外に。何それ、コウマ教？あとは任せました、ハクレイの巫女。勝手なこと言って。でもそうなるのよね。ええ、そうなります。だって不穏な事態が似合うのってあなたの方ですしね。じゃあね。はい、ごきげんよう。気をつけてくださいね、悪霊の巫女。コウマ教の秘密は一つではありません。ここから出られないだけではないようだから。ひゃっ、このことに気づくだなんて、さすがサナエ様ね。そんなんじゃ私には勝てないわよ。